はい。皆さん、こんにちは。あっちでございます。なんだっけ。軽井沢遊泳内ね。やっていきたいと思います。と。えー、っと、影、話しかけてみましょう。え、こんにちは。いい天気ね。と。あ、いらっしゃいませ。と。あ、ふみえさんっていうんだね。えー、もう一回話しかけてみましょう。ちょっといいえー、と。2二回目まではいけるんだね。 うん。あさみちゃんいいね。このなれなれしさが。えっと、尋ねましょう。なぎさのこと。なぎさってこう知らないなぎさちゃんもしかしたらオーナーが知ってるかも。中で聞いてみたらどうかしら。おおなぎさちゃん知ってんだね。え、問題の別荘の、なんだこの問題の別荘って。あそこの大きな別荘のことを話してほしいな。ちょこちょこ神父さんがあそこに入っていくのを見たことがあります。おー。この人モブキャラかなえ、家族のこと。あ、あなたの両親のことだけど。 両親はもういませんが、兄がいます。兄は立派な刑事でした。でしたフミエさんとか言いましたね。あなたのお兄さんはもしや、間野安彦、間野安彦通称、ヤスさんではと。え、兄を知っているんですか <laughs> え、でも、フミエさんにこんなところで会えるとは、フミエさん出てきたよね。あの妹だよね。あの、ポートピアノでの。まあ、ヤスっていうのはね、まあ皆さんご存知でしょうけど。 もう、ヤスっていうのが一番有名じゃないこの三部作の中で。ね犯人はヤスでしたっけねあのー、彼の妹、こん、ああ、まあ作品が変わってこんなにべっぴんさんになったのかなそれともヤスさん、この、ポートピアからだいぶ年が経ってるのかねこのゲームは。この狩り沢は。狩り沢遊覧案内はね。めちゃくちゃべっぴんになってますやん。うん。こんな髪長くなかったと思いますね。だから、真犯人、だったっけ いやいや、でも犯人は奴か。でも妹さんがなんか、もう私忘れちゃったんですけど、妹さんをかわったんですよね、奴はね、確か。変わったような感じが記憶あるんですけど。めちゃくちゃべっぴんさんになってますわ。えーえー、でも、ふみえさんにこんなところで会えるとは。ああ、まあ、あの、堀さんちょっとやりたかったんだよね、これね、きっとね。うーん。はい。えー、ああ、ちゃんと、ポートピア連続殺人事件、出てくるわ。ポートピア連続殺人事件、確かこんな名前の付いた事件でしたね、と。はい、ふみえさん。 ふみえさんはだから捕まんなかったということかなお尖めなかったのかなえー、っと、はい。じゃあもう、この人はもう、モブだね。間違いなく。調べましょう。ふみえさん。分わかったわ、と。いいね。ノリがいいね、あさみちゃんね。かもう、あさみちゃんめちゃくちゃいいわ。<laughs> 気に入ったはじめね。ちょっと、あのー、くみこさんがいるときはすごい態度悪かったですけど。おかしなものは持ってないよ、と。うん。はい。芝生。 調べたけど別になんともないよと。持ち物、なんもないわね。いや、あさみちゃんめちゃくちゃ気に入っちゃった。えー、見せましょう。えー、ライター。このライターに心当たりはあーそれドライブインのマスターのでしょう。私、あの店によく行くからマスターがそのライターを持ってたの見たことがある。あの親父じ、しらばっくれてたんだ。ああ、ということはマスター。あれ、エッチのイニシャルが入ってるのはライターでしたよね。 マスターエッチって名前がつくのかはい、次ボルト。このボルトを見てほしいんだけど。さあ、知らない。そうだね。あ、このボルトはってね、なんか言い出したら、それはそれで怖いんで。うーん、中に入れるのあ、入った。えー、デュランの中だわ、と。デュランっていう名前もすごいけどね。この頃だったら、ホフ・デュランさんでしたっけ私よくわかんないですけど。あと、どっちかって私はデュラン・デュランを知ってますけどね。うん。 デュランはい。えー、後で見ましょう。ペンションのオーナーがいるよと。ああ、なんかペンションのオーナーというイメージですね。えー、話しかけましょう。すいません。あ、あさみちゃんじゃないか。あれ小田さんのペンションだったのと。うん、ちゃったね。と。もう一回話しかけてみましょう。いいのかな何か聞きたいことがあるんじゃないのと。うん、後でもう一回見てみましょう。あと、何かあるかもしれないけど、私には分からないよ。とうん、投げっぱなしですね。いいですね。はい、渚ちゃんのこと。 渚ってこう知らないと。なんか聞いたことあるような名前だな,な。あ、思い出したと。草津温泉のキャバレー、メトロの渚ちゃんだなと。違うわよ、もう、小田さんたら。はあ、なんかね、あれ思い出しました。ポートピアでね。えー、っと、深海地だっけねえ、ありましたよね。ひょっとしたらね、堀井さん好きなのかもわかんないね、そういうのがね。うーん。えー、っとえ、じゃあ次何か尋ねる。問題の別荘のこと。 何問題ってつくのが。あそこの大きな別荘を話してほしいな。だいぶ昔に建てられたものだそうだ。持ち主はいろいろ変わったみたいだなと。ああ、きっとこのマップの中にあるんでしょうね。ただ私が全然回りきってないっていうのがあるのかもわかんないですね。えー、見せましょう。あまた尋ねれるかな別荘のことで他にわかること。うん、今のところ。ああ、でも、これ、尋ねるのは2回聞いた方がいいね。はい、調べましょう。小田さん。 あさみちゃん、織田を調べてみようよ。分かったわと。このノリをほんといいわ。めちゃくちゃね、ノリが良くて素敵ですね。さあ、部屋の中。あさみちゃん、部屋の中を調べてみようよ。ごく普通の部屋の中だもんね。と、持ち物なし。まだ持ってないわよ、と。うん、見せましょう。ライター。このライターに心当たりは何だいそりゃ、と。次、ボルトね。えー、このボルトを見てほしいんだけど、何だいそりゃ。うん、抱き寄せましょう。 え、あたしのお楽しみはああ、いや、ああ、なんだ、そっちが妥協することになってるのか。オス叩く。小田さん。え、え、ポッカポカ、ポカポカポとか。これやめなさい。痛い痛い。あははは。かわいいね。でもしつこくやったらダメな気がする。え部屋の中。うん、あたしをからかうとひどいんだからね、と。ああ、じゃあもう一度ここで。うん、ペンションデュラン。 えー、抱き寄せてみましょう。ああさみちゃんを抱き寄せると、抱き寄せると知ったんだね。叩いてみましょう。ふみえさん。そんなことできないよ。あさすがに。それを分かってんだね。芝生。うん。じゃあ移動しましょう。<laughs> 入っちゃった。ごめんなさい。もう今回ね、場所移動って押すだけでなるんですよ。あのー、地名から選択点がないんですね。で、これは あ、これが問題の別荘前だ。何問題の別荘って。ああ。あたり見ましょう。見た通りの玄関、周りの人がいないよどうすると。うん、調べましょうか。建物。はい。間違いないよパーティーやってた。あ、ああ、そっか。パーティー、問題の別荘っていうのはパーティー会場か。間違いないよパーティーやってたのここみたい。実は私、なぎさに付きあって一回だけ来たことがあるんだと。 変な男に絡まれて、その時はすぐに帰ったけどね、と。はい。で、次、ドア。あさみちゃん、どう調べてみようと、鍵がかかってて開かないよ。2回調べないといけないかなああ、一応2回調べ、2回目にはセリフ変わんだね。うん。持ち物、はないわね。うーん、叩く。建物。いや、本気なの。面白いこと言うなと。いや、別に建物叩くのはおかしくないと思うけどね。 はい、ドアを叩いてごらん、ノックね。ねドアをノックしても誰も出てこない、あ、誰もいないみたいよと。ああ、じゃあ違うんだね。場所移動しましょう。あ名の資料変わんないね。お山道に出てきたわ。山道だわ。あたり見ましょう。寂しいところに何もないみたいと。あ、調べましょう。崖。 あさみちゃん崖を調べてみようよ。わっわっこんなの調べるのほらやっぱりおかしなところはない。いやいや崖は調べていいでしょ。湖。ごく普通の湖みたいねと。もちろんないね。うーん。じゃあ中に入れますかあーねな、えー、中になんかどうやって入るのと。うーん。取れるいや取れないよね。崖を取っておこうだって。ね。うーん。 もう一回書き調べてみましょう。うーん。行きましょうね。結局、浅間山とか何だったんだろう。第4章で出てきたとこね。ちょっと待って、ごめんなさいね。こっち何か道中あるないね。で、何かありますね、建物がね。ここはペンシン、あれえ あループするのこれ。あーループするんだこのゲーム。えな、ー、何地球一周してきたのへえ。新しいね。てか狭いね。思ったより。山道。はい。辺り見ましょう。寂しいところに何もないみたい。調べましょう。ああ、崖湖湖普通か。 どってことないよ。あ、いいね。ほんと、このあさみちゃんめちゃくちゃ気に入ったわ。うん。あの、ここに渡れるのかなと思ってるんですけど、今んところ渡れないみたいですね、ここね。うん。ここはあ、デュランね。あ特に何も。あ、でもこの上に何かあんだね。いけない。 あいけない上あ。条件が足んないのか、それをどん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 いろいろやっていかないといけないんだね。まあ、じゃあ、多分しばらく、このデュランが舞台になるのかな。でも、なんか今ね、決めつけ、決めあ、決め、決め手のものがないので。はい、あら、こんにちは。あすごいざっくばらになっちゃった。あさみちゃんやるね。えー、調べましょう。 文さんねえびっくりするんだよねおかしなものは持ってないわよ芝生何かをまず持たないといけないね見せるためにはアライターとボルトは持ってるのかあー推理してみましょうかともかく別荘の中に入らないと話が始まらないと思うよああさみちゃんナイスじゃあどうやって入るんだと中に入る ねえ、何あ、そうか。私中に入るコマンド打ってないわ。中になんかどうやって入るのあ、いや、やったか。やったか。あたりを見る。見た通りの玄関周りに人がいないよ。どうするあ、人がいなかったら入れんじゃない叩く。ドア。あ誰もいないみたいよ。と話しかけましょう。ああ、そうなるか。呼びかけるかなと思ったんですけど。 尋ねることじゃあできないね。ヤッホー誰かいませんかやっぱしいないみたいよと。うん。建物。うん。ドア。ドアなんかなってないああ、鍵がかかってた開かないよ。うーん。取る。ドア。キャ、本気なの面白いこと言うなと。中に入る。ね中になんかどうやって入るのそうだね抱き寄せる。 お、あー、押す叩くかびっくりした。また天気を間違えちゃった。うん。抱き寄せる。ああ、そうなっちゃうか。締め上げる。ねえねえ、誰を締め上げるのわあ、推理。とにかくベストの中に入らないと話が始まらないと思うよ。そうだねああ、今、6、6キ落押しちゃったんでね。 ええー。あ、建物の東だわ。あれ、あたり見ましょう。ん ?2 階の窓が開いてるみたい。あ、なるほど。こうなるのか。あーもう一回見てみましょう。うん、他におかしなものはないけど、と。調べましょう。窓。うん、あそこの窓、鍵を忘れてるみたい。はしごでもあれば入れるんだけどな。なるほど。壁。どうてことないよ、と。 ああ、こんなの調べるのこれ。あ、セリフ変わんだね。窓はああ、重要なやつはセリフ変わんないのかもわかんないね。うーん、物を取る。ああ、窓、壁、無理だね。ということは、どっかの梯子みたいなのも俺はあると。ということだね。ここかな裏みたいね。と。家の裏だわ。と、あたり見ましょう。見てのとり、ここには何もないよ。 調べる。建物、壁。うん。えっと、どこに変わったところはないわ、と。もう一回調べますね。あたし、叩き忘れてるかな地面を調べてみようよ、と。うん。で、そう思った。おつ叩たたくだね。もっと他にやることがある。あ、ダメ出し食らっちゃった。うん。ごめんなさいね。じゃあね。 ここを叩いてない気がする。えー、叩く。窓、壁ね。私はからかうとひどいんだからね。いや、からかってるつもりないんですけどね。<laughs> 怒っちゃった。うん、じゃあこっちかなあ、そうだね。こっちだね。はい、家の横だわ。当たり見ましょう。カーテンの閉まってる窓があるよと。もう一度。あとなんかあるかもしれんけど、私にはわからないなぁと。 調べましょう。窓。どうってことないよ。あと、もう一度。うん。まあ、別になでもないよ。と、次、部屋の中、見れんのそんなの。カーテンがあるから部屋の中、覗けないよ。そうだね。うん。取る。窓。そうやね。部屋の中も取れないよね。うん。中に入る。あとは、まあ、あれかな。 足ごのようなものをとにかくどこかで見つけてこないといけないんだけどとお叩いたら窓がグラグラし始めたよはいおん <laughs> 思わずこれでいたら何回もやったらいいかなと思うんですけど変わんないね次は部屋の中叩いてみましょう 叩いたけどあ、叩けたんだね、部屋の中。それ部屋の中に入ったってことな気もするんですけど。さあ、じゃあね。はい、ここで。問題の別荘のこと聞けたっけはーい、あら、こんにちは。問題の別荘のこと。ところであの別荘のことだけど、本当ごめんなさいね、私行ったら役に立たなくて、いや、十分ですよ。渚ちゃんのこと。 ああ、じゃあ中に入りましょう。マスターに聞いたっけよくよく考えたら。また来ちゃった、と。あいつでも大歓迎さ、と。はい、投げちゃんのこと。あのね投げてってこのことだけど、いや、さっきはごめん、おあ、思い出した。いつだったか、あさみちゃんと同じくらいの子が。やっぱりあの別荘のことを聞きに来て。えまあ、大したことは教えてあげられなかったけど、あの子確か投げっていう名前だったな、と。投げ捨てに来たということだね。 じゃあね、ちょっとお時間が良くなりましたので、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。